おでんは未来をこう書き記してる。20年以上先の未来に、次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。俺がもし死んだなら、カイドウを撃てるのはそいつらだ。ワンピース、お前らにはその舞台に上がることすら過ぎた夢。まだ続ける気か、海賊ごっこ。お前は教育が下手だね、カイドウ。俺にやらせな。わかるぜ、キラ。お前の気持ちがよ。お前らのために積み上げてきた。受け取れ、ヤンカーだ。緊張感ないな。麦わらの一味は皆こうなんだ。それは俺が原因じゃねえ。一番緊張感のないやつ、麦わら屋はどうした。20年以上先の未来に、次の時代を担う強力な海賊たちが新世界へ押し寄せてくる。俺がもし死んだなら、カイドウを撃てるのはそいつらだ。リンリン、このガキ俺の前で何になると言ったと思う。こいつは生意気なのさ。俺の前でも随分大口叩いたよな。うちの城もぶっ壊しやがって。まず詫びろよ、麦わら。おい小僧、お前が一体何になる。俺たちの前でもう一度言ってみろ。お主らを頼りにしておる、ルフィ殿。かたじけない。大丈夫か、キンエモン。ごめんな、遅くなった。あの世にて、お天様に合わせる顔が。キン、背負ってくれしか、和の国を。バカ、当たり前だろ。友達の国だ。ルフィ、どう、かたじけない。トロン、こいつら全員下へ。今度は何
む、流れるという意味を持っている。おでん様は処刑され申した。我が国の将軍と海賊カイドウの手によって。雷蔵殿はご無事で。敵に仲間は恨んでよ。いいか、ユガラたちは前へ進め。イビシ教の調子者はあの世へ参るんだ。反逆の火は消えていなかったか。前線を逃がせ、突入せよ。天がカイドウに殺された日、この国は止まったんだろう。死んで笑われていいやつなんているはずがねえ。よそ者がこの国守っちゃいけねえのか。お前が言えよ、偉いだろうが。こんなにすげえやつらの大将なんだろ。カイドウを倒したい。おいカイドウ、何してる。お前が殴り倒されるなんて。お前らを超えて海賊王になる男だ。はい、ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。ね、ニートです。どうもどうも。まあ、今回はね、まあ、ちょっと時間が余ったので、僕が今アフレコをしている状態なんですけど、まあ、もしですね、今後どういう動画見たいとかあったらコメントしていただけるとね、とってもありがたいので、ぜひぜひお願いします。でね、動画別でなんですけど、まあ、自分の描いた絵に自分で、酷評するというね、まあ、酷評するつもりはないんですけど、まあこういう風に書きましたよぐらいのアテレコをするやつをちょっと撮ろうかなと、まあ、思ってはいるので、まあ、ぜひそれについての意見もね参考にしたいと思うので、コメントの方をお願いできるとお願いしますね。うん、ちょっと日本語があやふやなんですけど、まあニートの声はこんな感じです。それではまた。